こんにちは、高中です。僕の本少しは参考になったでしょうか。こんにちは、高中です。僕の本少しは参考になったでしょうか。まあ焦らずゆっくりマイペースで練習してください。それでエフェクターの細かい説明は本の方を読んでくれればわかると思いますが、実際の音を聞かないとよくわからない場合が多いので、このそのシートレコードでは僕の使っているエフェクターの音の紹介とたくさん組み合わせた場合のサウンドの変化みたいなことを実際に僕が弾いていきますから、よく聞いて研究してみてください。そして自分だけのサウンドを作るように頑張ってください。じゃあまずエフェクターの紹介からやっていきます。最初はディストーションです。これは割と知られているから、ディストーションの音をただ紹介するよりも僕がいつもやっているセッティングの音を聞いてください。ディストーションは割とハードロックをやる人に人気があるみたいなので、次はそれ風のギンギンの音にします。まず僕の使っているディストーションでは、右側のディストーションを7ぐらいにして、左側のアウトプットをやっぱり7ぐらいにします。ギターのマイクはブリッジ側のマイクを使います。これとは別にソフトディストーションっていうのがありまして、サンタナとかイーグルスなんかで聴けるけど、それもやってみます。セットは、ディストーションを10ぐらいですね、左側のアウトプットを6ぐらいにして、ギターのマイクはブリッジ側のマイクを使います。その時、ギターのトーンを、かなり甘めにした方が良いと思います。次はコンプレッサーです。ディストーションと違って音が歪まなくて伸びるだけですが、まず音を聞いてください。コンプレッサーの使い方としては、コードのカッティングの時にかけるといい感じになるようです。例えばこんな風に。次はフェーザーを使ってみます。モデルは MXR のフェーズ90です。次はフェーザーを使ってコードカッティングをしてみます。最近人気が出てきたのがフランジャーです。モデルは最初が MXR のフランジャーで、後のがボスのコーラスアンサンブルです。音の違いを注意して聞いてみてください。またフランジャーを使ってジェットマシンみたいな音も作れます。さて次はエコープレックスです。エコー関係の機械ではこれが一番気に入っているんだけど、故障が多いとかノイズなんかの欠点もあります。それから電子式エコー、デジタルとかアナログとかいうもので、この頃人気が出てきているみたいです。
次はワウワウとオートワウですが、まずワウワウを使ったバッキングをしてみます。次はオートワウで、モデルは MXR のエンベロープフィルターです。次はトーキングボックスですが、ここではワウワウみたいに使ってみます。次はオクターバーですが、1オクターブ下の音が自動的に出てくるようになっています。ここでは普通のオクターブ奏法とその後にオクターバーを使ってやってみます。